イチロー TV エブリデイブンブン蜂が飛ぶ。昨日ですね、10km の卵を8個孵化装置にかけました。昨日ですね、嬉しくて 5. 何キロ歩いたんです。そしてですね、今日残りの 5.7 何キロですよね、 5. 何キロではないですね、昨日 5. 何キロ歩いた、4. 何キロです、歩いたんですけれどもですね、5メートルぐらいですね、5メートル、5キロぐらいですね、家から5キロぐらいのところまで行ったらですね、途中でですね、割れてしまったんです。で、途中で割れてしまって、悔しいから、ビーチョンっていうのを一つ捕まえたんです。まあ、悔しいから捕まえたってわけじゃない。まあ、途中でタクシーで帰ってきたという、そういう波乱もあったんですけれども、8つ、こっから、エレブが3つにラッキーが取れたっていうのが2ついいんです。ラプラス、みんな憧れの、みんな欲しがってるラプラス、1匹取れた、それ満足しないといけないんでしょうかね。ですけれども、タモンがですね、割れる瞬間というのを本当にお見せしたいですよね。パズドラで例えると、ガチャ回さず、モンスターボックスからこういうレアガチャゲットしたぜっていうのと、実際にガチャ回したの全然違います。まあ、こんな感じでしたね。それではね、また挑戦したいと思います。皆さん、See you!